大淀町は、奈良県中部、吉野川右岸に位置する町。長期にわたって過疎化が深刻な吉野郡にありながら、近鉄大阪安倍伸橋駅まで約1時間であるため、自然豊かなベッドタウンの顔を持っており、宅地開発によって人口が増加、観光庁が集まるなど、吉野郡の中核としての存在を強めている。紀伊半島のほぼ中央に位置し、北は、龍門山地がそびえ、 南には、吉野川が流れる。西部の大アタ高原をはじめ、丘陵地が多いが、吉野川に沿って比較的起伏の少ない土地が広がり、活動の中心地になっている。明治の町村政実施の際、新村名の命名当時、大北作次郎は、大北村案を要請したが、最終的には、大北の大と下淵の座頭淵の、淀を合わせて、大淀とした。大ヨ調子には、 万葉集牧七の増加の中の和歌に大川淀とあり、その場所が江戸時代に作られた山和市に下淵に在と説明されていることからちなんで付けられたとある。吉野郡八町村からなる合併協議会が2004年11月1日の合併を目標に吉野市発足を模索していたが、経済的に比較的豊かな大淀町や下北山村での住民投票の結果、 反対が多数を占めたため両町村が協議会から離脱。新市建設計画は白紙となった。下市口駅から大阪阿部野橋駅まで約1時間であり、自然豊かなベッドタウンの顔を持っているほか、この駅は下市町ほか奥吉野の玄関口になっている。一方、バスで大峰山駅ターミナルにもなっていて、休日はハイカーで賑わう。西部のダイアタ高原は、 梨の産地として知られ、収穫期には、行楽客の利便を図るために、近鉄の臨時列車が運行されていたこともあった。地形は、比較的丘陵地が多いが、吉野川など水は豊かで、利園のほか,かきや茶が特産で、畑作、米作も小規模に行われている。町内のマンホールの蓋には、特産品の梨と吉野川の鮎が描かれている。 大淀町内の郵便番号は以下の通り、奈良県統計文化、コミュニティ施設、大淀町文化会館ごみ処理西条警察よしの、警察署消防、救急、救助医療機関、編集南奈良総合医療センター高等学校、特別支援学校、編集中学校、編集小学校、編集下市口駅長役場の最寄り駅は、下市口駅。 近畿日本鉄道このほか、西部に JR 和歌山線が町内を通っているが、駅はない。一部地区では、御所市にある吉野口駅、吉野町にある山と神市駅が最寄りとなる。コミュニティバス、編集国道、編集県道、編集主要地報道、編集一般地報道、編集世存寺、寺、垣元八幡神社。ありがとうございます。